こんにちは。今日は最近ハマってること2 2っていうのも変ですけどね。さあ皆さん、いろんなことちょっとねお話しながら今日おしゃべりします。思ってください。皆さんが動画を見てくれながら思ってくれたこと飛んできます。一緒におしゃべりしましょう。さてまず私から、私が最近ハマっているのはクッキーです。もうね、クッキー好きすぎてどうにもならないんですよ。私の人生、こうクッキーでね、狂ってるんじゃないかっていうぐらいクッキー好きです。まあ、クッキー好きすぎて食べてないんですけどね。ほんと、毎日ね、朝からクッキー食べたいぐらい好きなんですが、まあ、バターと牛乳好きなんですよ。バターと牛乳と卵が好きなんで、クッキー大好きなんですよね。で、最近は、オレンジのクッキーとかレモンのクッキーが好きです。で、サクサクとしたね、柔らかいクッキーが大好きで、硬いビスケットみたいなものじゃなくてね。で、よく高校の頃は作ったんですけどね、上手に作れないんですよ、これがまた。まあ、しょうがないですけどね、向き不向きがあるんでね。で、バターを常温で溶かすとサクサクになるっていうのを見つけてきてくれた子がいて、作ってもらったらやっぱりサクサクになってましたね。バターを常温で溶かすだけでサクサクのホロホロのクッキーが作れるってどういうこと？って思うんですけど、まあ、ホロホロクッキー大好きです。で、この間渋谷の、ヒカリエとかね、ヒカリエか、地下行ったんですよね。あ、ヒカリエじゃないね、あそこはね、ストリームじゃなくて、まあ、あそこら辺の紀伊国屋が入っていた。紀伊国屋って本屋さんですよね。紀伊国屋がパン屋開いてるんですよ。で、そういうお惣菜っていうかね、なんか食べ物も出してて、で、クッキーも焼いてて。で、ハロウィンのクッキーを買ったらまたこれが美味しくって、もうどうしましょう。紫芋とかぼちゃと普通のクッキーだったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。しょっぱいクッキーとね、かぼちゃのクッキーと。しょっぱいクッキーびっくりしました。甘くないんですよ。甘くないけど美味しかったですね。あと成城石井のホロホロクッキー、あれやばいですよね。抹茶好きです。いちごも好きです。チョコも好きです。ただね、甘いんです。あれはちょっと甘すぎるかな。和三盆も美味しいんですけどね、和三盆のホロホロクッキー超甘いんですね。まあ、お茶受けっぽくこうなんですか、2個ぐらいを食べる分にはいいんですけど、ついつい手が出る私にはきついですね。で、あと意外とっていうかね、定番で美味しいのはユーハイムですよね。ユーハイムのクッキーは美味しいです。もう目がない。 特にディズニーランドでね、おろしてるユーハイムのクッキーってめっちゃ美味しいですよ。ディズニーランドのね、お土産でクッキーもらうとね、やめられない、止まらないってどちらかさんみたいになっちゃいますね。で、またね、ロイヤルミルクティーとか、まあ、アールグレイあたりが合いますね。と、ミルクのね、コーヒーも合いますけど、もうこういうものとね、クッキー食べてると幸せです。皆さんは何が好きですか？これはやめられないとかね、これとこれの組み合わせ最高っていうのをちょっとね、思い描いてもらうと、私の方にも飛んでくるんで、感じることができます。お酒とおつまみ好きだっていう人ちょっと見えますね。イカか。当たり目かなんか、こう炙って、ね、ちょっとマヨネーズと、何でしたっけ、赤いね、唐辛子ちょっとかけてね、食べながらビールかな、ビール、あ、サワーかな、なんか好きですっていうの見えますね。自分の好きな、こう巻き戻せる何かっていうのって大事だと思うんですね。嫌なことがあった時に、これとこれの組み合わせで食べて、このまったりしたこの時間を持つと、自分が巻き戻せるって、自分の感情を落ち着けて、嫌なことを浄化できるっていうね、組み合わせの食べ物を必ず作ってください。で、これはもう本当全ての人が違っていいと思うんですよね。
私なんかクッキーであったり、昔はシュークリームでした。シュークリーム大好きで、もう本当にこう腐った時、心が腐ってくるとシュークリーム食べたいってよくね言いましたね。シュークリームとカフェラテっていう組み合わせでよく心を取り戻してましたが、まあ、最近はちょっとクッキーの方が、クッキー食べてないんですよ、もう十何年。思うようにいただき物をちょっとつまめて食べてないんですけど、まあ女の人は甘いもの好きですよね。あんまり甘いもの好きじゃないはずなんですけど、クッキーはやめられないですね。まあパンが好きっていう人も言いますね。パン、パンが大好きでって、お惣菜パン大好きっていう方見えますね。私あのお惣菜パンで思い出したんですけど、パンになんか塗って食べるって大好きなんですよ。まあ、もちろんね、あのパンにあのチーズ乗っけて食べるのも好きなんですけど、ハムマヨネーズ大好きですね。カロリーあるからちょっとあんまり作って食べないんですけど、8枚切りのパンにマヨネーズ塗って、ハムを細かく切って、ハムとマヨネーズぐりぐりあえといて、それの乗せて焼くんですよ。美味しいですよ、食べてください。あとあのトマトパン大好き。マヨネーズ塗ってトマトを並べて、そこの上からチャ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 ってマヨネーズね、あの細いマヨネーズあるじゃないですか、3つこう出るね、ああいうのでシャシャシャって細いマヨネーズで塗って、でトマト、これもめちゃめちゃ美味しいですよ。まあ、マヨネーズ好きにはぜひと思いますね。なんか海苔を塗ると美味しいよっていう人もいるしね。パンだといろんなお惣菜の、それこそシーフードじゃなくて、シーチキンと海苔かな、なんか美味しいっていう人もいるしね。納豆も美味しいっていう人もいるし、まあ、私の場合はまあハムっていうかマヨネーズ系好きですね。あとはあのバターでパンくり抜いて、フライパンであのチーズと卵グリグリってやってね、でそこにもハム入れて、で食べるパン大好きですね。カロリーとてつもなく高いですけどもうちょっと10年以上食べてないけどね、怖くて。そういうあのお惣菜のパン大好きです。だから自分がこれからはその心をなるべく穏やかにして生活するっていうことが目標になってくるので、こうすごくこう不快になってしまった時、自分がどうしてもコントロールできない時、これをどうやって巻き戻すのかっていうのをね、ぜひ考えてほしいんですね。で、食べ物だとね太っちゃうんだよねっていう人がいる、または食べ物だと気分によって美味しかったりまずかったりするから嫌っていう人は、体温めるっていう方法もありますよね。お風呂に入るとほっとする、穏やかになれるとかね。私最近あのお風呂で動画見るあのビニール袋もらったんですよ。でそれにあのスマホ iPhone 入れてお風呂で動画見てます。でこの間ねやっちゃったんですよ、お風呂の中にボチャンと落としちゃったやっちゃったーと思った、 iPhone 壊れたーとかと思ったら、あの水が一滴も入りませんでした。びっくりした。拾い上げて振ってみたんですよ、なんかどんだけ水入っちゃったかなと思って、したら一滴も入ってなかったです。さすが専用の袋とか思ってね、なんかの景品でもらったんですよ、ただでもらったやつなのにね、優秀じゃんお前と思ってね。だいたいお風呂入るときはお供に iPhone と一緒に動画見ながら、あの好きなものね流してまったりしています。あとこれからはこたつがいいですね。あの悪魔のなんちゃらみたいなね、なんかこの間あの海外の人があの喜ぶあの小石があるものっていうこたつってありましたね。もうこたつに入って足を伸ばしてねまったりする、最高。ただ海外の方ってあの床があのロフトでもないと多分あの靴で上がるからね、こたつなんていうものはなかなか置けないんでしょうね。どうするんでしょう海外だと。いやこたつ最高ですよね。でも実際にあの靴で生活するよりもあの一段高いあの床を作ってスリッパで、ね、靴は脱いでスリッパで生活する方があったかいですよね。床が少し高くなった方が
地べたにね、家があるよりもとは思います。下から冷気ってくるんで、特に寒い地域は床にこう何か施しているんだろうなとは思うんですけどね。こたつは最高です。まあ、最近の日本だとカーペット電気絨毯、これも優秀ですけどね。でついにあれですよね、最近着る毛布、電気毛布どんどん流行ってますよね。膝掛けみたいなのもあればね、パカッと着ちゃうのもあればね、寝る時以外にもこう電気毛布でくるまれたい、電気ブランケットっていうんですかね、っていうような風潮にもなってきて、なんか面白いなと思います。これだけ流行るっていうのは、体を温めるということがとても大事だってことですよね。だから体を温めることでこうホッとする、自分を穏やかに巻き戻すっていう方法もあります。あとはまあ趣味であるとかね、好きな音楽聴くとか、まあ、好きなテレビを見て、好きな人の言葉を聞いて、自分を巻き戻すとかね、言葉でする人もいるだろう、耳から入ってくる情報でね自分を巻き戻す人もいるだろうし、目で見るものを、触るものを、感覚、いろんなその手段があると思うんです。でハマるってことは、そこに何か自分にとってプラスの何かがあるんですよ。まあ、私のクッキーはどうなんだって、体害してないか大丈夫かと思いながら、まあね、自分で害だって思うから害になるんですよね。だからちょっと考え方変えて、高脂血症だからって油を抜きすぎたら作るんじゃないかってちょっと思ったんで、高脂血症下げるっていう油はちょっと取ってみようかなと思ってみたりね。でクッキーなんかも、まあ大量ではなくね、少量ずつ食べる分には問題ないよねと思って、3つ4つずつ食べるようにしています。で渋谷 の, ウーメンというか、新しい改札の方にいちご屋さんがあるんですよ。もうほんとね、いちご屋さんっていちご専門 の, ケーキとクッキーと、いちごのソースっていうかね、いちごミルク用のソースって言うんですよ。この間初めて買ったんですけど、おいしい、美味しかったでございますね。いちご大好きなんですよ。トマト、いちご大好きなんですよ。赤いもん好きなんですって、スイカダメなんですけどね。スイカは嫌いなんですけど、とか、ウリ系のアレルギーあるんで、スイカ食べられないんですけど、いちご大好きなんですよ。もうね、景色が許されるんだったら全部買ってね、帰ってきて食べたいんですけど、ちょっとケーキは諦めて買ってはいません。もし新宿ね、新宿の南口よりももっと南寄り行ってみると、いちご屋さん、いちごのケーキとか、いちごのクッキー、いちごのクッキーも美味しいですよ。もう食べ応え最高。まあちょっと今回はおしゃべりをしました。で今回のおしゃべりの内容、目標は自分の心を穏やかに巻き戻せる、ね、不安になったりとか、ちょっと怒りを感じたりとか、疲れちゃったりとか、嫌になっちゃったりとかね。いや実はこんな話してますけどね、今朝も起きた瞬間にも、ああ死にたいってちょっと実は思ったんですよ。定期的に来るんですよ、なんでか分かんないけど。もう朝起きた時、恐怖、どうすんだろう私、どうやって生きていればいいんだろうっていう、不思議ですよね。こういう瞬間がね、定期的に来るんですよ。何ヶ月かに1回なんですけどね。で今朝は、ああもうどうしようとか思ったんだけど、いやどうしようじゃないって、これはもう乗り越えるしかないんだから、大丈夫だから、きっとなんとかなるから、大丈夫大丈夫って自分に聞かせて、半日ぐらいかかりましたかね。なんかね、下手すると体震えてきちゃうんですよね。でもこんな恐怖普通にありますよ。こんなこれコロナの中でね、商売だってこんなに順調にうまくいってる人なんて、まあいるんですけど、中には、ね、私なんかそっちの口ではないですから、やっぱり普通に不安になりますよね。ただまあ不安とね向き合って、大丈夫大丈夫、きっと大丈夫だよって、未来を信じていこうねって自分に言い聞かせるしかなく、で言い聞かせて自分の好きなものと触れてね、自分の心を穏やかにして、穏やかにすることによって、また
何かが降りてきます。多分私これ何回か経験したんですけど、前もね本を書く前こんな感情に襲われたような気がしました。何かがやってくる前なのかもしれません。ぜひとも皆さん、もう一度自分の心を穏やかにする自分だけのもの、自分にとってねこれがあるとちょっとねまったりとした穏やかな時間にもう巻き戻せるよっていうね、何かを見つけてください、見直してください。はい、またねー。